はい、皆さんこんにちは、サカキャッツでございます。もうすぐ6時になろうとしてますね。3月は23日の木曜日でございまして、今日は忙しい、まだ終わってないけどあのね、レジュメを書いてるんですけどね、こう見直し始めるとどんどん直しを入れてくるんですね終わらへんやん、ほんまにみたいな感じで、ちょっと一息つくために喋ってますけども、なのでね、テレビにね出るために聞かれることですね。いつになったら下がり始めますかってマンションね、でまあ僕は言うたら2つなんですけど、金利が上がった時は下がり始めます。もう一つは不況になった時に下がり始めますって言うんですけど、金利ね、なんかね上がりにくいんですよ。いや、上田さんに変わるんでね、もうすぐね。で、変わったらね、上田さんね、国会答弁を裏切って、俺はやるで、ってね、金利上げるかと思っていたんですけどね、だからなんか上げにくい環境になりましたね。この、今月、特に、この1週間、2週間かな。クレディスイスがおかしくなりかけて、おかしくなって、UBS ですか ?USB やったかな、なんか忘れましたけど、ユニオンバンクですね。ユニオンバンクオブスイスですか、要は一番、USB にか、買われてというか、まあ、合併になって。で、アメリカのですね、SVB、毎日この関連のニュースを目にしない日はないという、シリコンバレーバンクですね。で、今、ユニオン なんちゃらっていうのもですね、危ないって言われてまして、これはリーマン 2.0 ちゃうかというふうに言われてまして、実際構造的に見たらリーマンより危ういやんと思うんですよ。リーマンはリーマン一社で済んだわけですよね。ね、リーマン一社がサブプライムをちょっと組みすぎてたんやということで済んだんですけど、今回はほぼ全ての金融機関に少なからず打撃を与えてるんちゃうかというんで、パリン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 あっちこっち始まったり知らんでという話ですね。で、今朝ですか、日本時間で言えば、アメリカ 0.25 上げたでしょう。あれもね、僕は上げへんと思ったんですよ。むしろ下げても不思議はないなと思ったんですけど、 0.25 上げたでしょう。ということは金融引き締めの、ね、流れを今のところまだ変えるつもりはないということですね。この銀行潰れるよりもインフレの方が怖いというふうに FRB は考えているということですね。で、これひたひたとね、不況の波が来てるんですよ。これも去年からそうですけども、世界的に不況なんですね。不況になりつつあるんですよ。まだ日本はね、全然僕らそれ感じませんけどね、多分来ますよ。不況が迫りつつあるわけでして、どうでしょうね、いつ頃から日本不況なんでって言われてもちょっと分かりませんけど、まあこのままいったらですね、企業業績というのはですね、この3月期、もうすぐこの末で締めますけども、が5月に発表になるんですけど、多分、減収減益企業のオンパレードだと思うんですね。で、この後、じわっと今、倒産が増えてますでしょ。実はゼロゼロ金利、丸3年でですね、返済が始まるんですね。で、返せない企業がですね、倒産していくんですけど、まあ、ゾンビが死んでいくと考えたらいいわけですけど、ゾンビ倒産がこれからじわじわ増えるんちゃうかなという気がします。で、中国自身がですね、今もすごい不景気になってるんですね。ニュースにはなってませんけども、もう中身はとんでもないと私は思っています。で、それがまあ世界景気をマイナスに引っ張るんですけども、そこにまたこの金融不安ですね、今のところね、金融危機というところまで行ってないですけど、金融不安がじわ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 来てるわけであって、ええことなんもないやんっていうことですね。まあコロナが終わったということぐらいはですね、歓迎できるんですけど、いいことなんもないですね。で、日本の景気もですね、今貿易赤字が膨らんだりしますでしょ。で、原油価格下がりそうであんまり下がらないということで、コストは全然高いまんまで、かなりですね、よろしくないという状況に今なりつつあると私は見てるんですよ。
ただね、不況感が出てくるのは失業者が増えないと不況感出てきません。でまだね、倒産ね、ちょろちょろと始まったばっかりで、そんなドカンとしたのはないでしょう。多分ドカンとしたのは来ないと思うんですけどね。まあまあ分かりませんけどね、サブマリンで今頃進んでるのかもしれませんけど、ちょろちょろ倒産がいっぱい出てくるというふうに私は見てるんですけど、でそうなってですね、巷に失業者が溢れ出したりするとですね、不況感出てくるんですけど、まあ今ね、日本全体人材不足というか人手不足でしょう。だからある程度吸収できるんですよね、ある程度ある程度吸収していって、それが終わってですね、本当にこう職内やんみたいな人たちが多くなってきたところで不況感が出てくるのかなという気はしますね。まあちょっと遠いかなという気もしますけども、このまま普通にいったらね、日本の不況はね、まあじわじわじわっとくるぐらいで今年の終わり頃になんかちょっとあんま景気ないやんと言うてる感じなんですけども、どうやらドカンがありそうな、つまり金融ですね、世界の金融不安がですね、日本に、火の粉が飛んでくるとですね、飛び火するとですね、日本もリーマンの時みたいにですね、金融がちょっと凍る感じが出てくるとですね、不況色来るんちゃうかなと。まあ多分今回も金融から来ます。この銀行ですね、銀行ね、一つでも潰れたらですね、みんな萎縮しますよね。日本ね、地方銀行ありすぎるんですよ、数が多すぎるんで、菅さんなんかそれをなんとか減らそうと、要は統合しようとしてたんですけども、統合したところで問題が解決するわけではないんですよね。なんで、統合は進みませんでした。菅さん1年で辞めましたんで。とするとですね、いよいよアウトみたいなところがですね、出てくるんちゃうんかな。それ一個でも出てきたら一気に金融縮みますからね、なんて言いますかね、借りにくくなるんですよ、お金がね。だから金利はね、そんなでもないんですけど、となると不況感が出てきますんで、不況になるとね、いよいよマンション下がるんですよ。というか今でもね、ちょっとね、今ちょっと中古やばいかなっていう感じになってるんですね、マンション市場。新築もね、売れるものは売れてるんですけど、売れないものは売れませんからね。ダブつき感が出てきてます。中古はだいぶそう、ダブつき感が出てきて、動きが鈍くなってきてるんですね。だから今回マンション価格が下落するとすれば、金利上昇型ではなくって、不況型ではないかなという気がしますね。で不況型であればですね、まあやっぱ同じなんですよ、一旦フリーズになるんですね、中古マンション市場が。一旦フリーズになった後、その向こうで下落が待っているということになります。需給だけで考えたらね、需要と供給です。需給だけで考えたら、もう今でもダブ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 なんですね。別に。住む家がなくて困ってる人誰もおらへんし、2軒も3軒も持ってどうしようかなとか言う人が多いわけです。で、また持っててもね、損はしないとみんな思ってるから売り出さないだけであって、もう潜在的な売り物なんて山のようにあるんですよ。山のようにあるんですよ。それで、まあ、今都心回帰とか言うてますけども、まあ、言うてあんなんね、その価格を動かすほどのね、大きな動きではないんですよ。コロナ1年目から2年目にかけてのですね、中古マンションの売れ行き、あれはね、あれは価格を動かすぐらいのパワーがありました。いわゆるあれですね、リモートワーク用のですね、もう一つ部屋欲しいというニーズですね、あれはすごかった。でも今回都心回帰やとかって言ってますけど、そんな言うほどではないし、そんな急に動いたりしません。あの時はもう明日にでも引っ越ししたいというニーズがあったわけですね。でも今はそんなんでもないですから、まあ都心に帰れたらええなぐらいの、そういう動きなんで、そんなにトレンドを形成するほどでもないと私は思いますけどね。ということで、この先ですね、仮に日本も大きな不況に襲われると、この可能性がだんだんなんか出てきました。その金融、世界の金融不安から来る不況です。あるいは金融不安が現実化したですね、アメリカの銀行倒産が頻発するみたいな。なんせね、イエレンさんがね、それに言及してるぐらいなんですよ。いや、大丈夫ですよって。もう当局者がわざわざ大丈夫って言うということはですね、何かの不安があるということでしょう。私はそういうふうに呼んでしまう人間なんですけど、わざわざ大丈夫って言うてるということ自体がですね、おかしいで、なんかあんねんで、と
思ってしまうわけですよ。でそこから来る金融不安が日本の経済にも飛び火して、あるいは日本でも地方銀行の一つでも潰れてですね、この噂でね、噂であそこ危ないでとかって言われて潰れたらこれ凍りますよ、はっきり言って。でその先にはですね、みんなが目覚めるわけですね。なんでこんなマンション高いのつって、あれこんな高いのやっぱおかしいんちゃうの、今のうち売ろうやんってみたいなですね、そういう動きになってくると、そういう流れかなと今私はふと思ってますという話でございました。特に貼るページはございません。はい、皆さんどうもありがとうございました。